カルオクゲストのコーナー。というわけでメインゲストはこちらでございました。あ、はい、ありがとうございました、はい、どうも。こちらも初登場なんでね、はい、はい、ちょっとゲストトークで聞いてみても OK ですか、はい、ゲストですよ。影薄かったですけどもここからですね、はい、ここから、はい、お笑いコンビなんですよね。そうです、はいはい、どういうお笑いコンビなんですか。どういうですね、一応、はい、まあ、死って言ったらあれなのかもしれないですけど漫才師ですね。漫才師、はい、コントはやら、まだ今のところはやってないです、ね。結成はどういうことですか。結成だと2年、2年です。2年目にですね。2年目、はい、芸歴は1年目です。計算が合わないぞ。1年間何してたの。1年間がね、養成所に通ってる時期があるんですよ。ほう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 。そこで出会ってるんで。ちなみにどこですか。NEC です。違う。NSC。 あ、 NSC パソコン会社。今ボケだからついていけなかったの。NSC も分かんない。そうそうそう。NSC ってあるんだよ、吉本の学校は有名な。そうなんですか。ニュースタークリエーション。あ、よく言える。そうなの。そう、それは初めて知りました。あのダウンタウンとか出てるとこです。そうですね。それが東京の。東京何期生とかですか。一応17人で。17、はい、へ、今同じ同期も1年目ですね、うん、芸歴が出た人たちも、はいはい、で芸歴が1年の、で結成2年なんでね。はい。じゃあ学校で組んだの。知り合ったの。正式にはちょっと違うんですよね、うん、はい。どうなの、正式に教えてください。今ツイッターってご存知ですか。はい。バカリスな。一応ね、世代は別だけど。バカリスだけど知ってますよ。そうです。ツイッターでお互いフォローし合ってて、もう半年ぐらい前ですね、養成所入る前ね、うん、にたまたま偶然、うん、あ、申し合わせて養成所に入ったんじゃないんだ。全然違います。偶然です。じゃあ養成所でその再会したってこと。そのツイッターから現実に会ったってこと。はい、オフ会ですね。オフ会です。まさにオフ会です、最近流行りに。いや、もうなんか入学説明会と一応の面談があるんですよ、面接。そう、ありますね、試験みたいなのが、うん、名前入れたら合格なんですけど、うん、みんなウェルカムなんで。なるほどね、はい、その話がこっちのツイッターに載ってたんですよ、うん、なんか今日これからそういうの行ってくるぞとか書きましたね、うん、確かに。ただくしくもその同じ日に私も面接で、うん、あれあれって話になって、どこの養成所怖えじゃない。面接日はでもあれなんですよ、人によってちょっと違うんですよ、うんうん、であれあれって思って聞いてみたら同じとこ通うよ、うん、まあ、その時は普通のクラスメート。吉本の学校出たの。中退。中退は多いの。は、夏場は本当に8月に合宿が有名なのが、うん、春始まり。春始まりで夏に合宿は。合宿ですか。あるんですけど、まあ、合宿までにとりあえず半分はいない、うん、そうですね、みんな辞めていきます、ね、そんなに辞める要素は何なんですか。まあ、きついが一つ。あの、走り込みがあるとかそういうことですか。運動部で言うとそんな感じ。そんな感じですね。運動部で言うとそういうことで、あ、素振りがあるとかそういうことですか。素振りなんかあるとかそういうことじゃない。ただ若干近いことはやります。ネタを明日までに何本を作るとかそういう感じじゃないですか。ありますよね、何分も。あと、それこそ、あと他の出演者の前のネタ見せをやるとやっぱ現実が見えるじゃないですか。そうです。俺は天才、笑いの天才と思ったけど意外とウケないみたいな現実があって、やっぱりちょっと無理って人も多い。ショックでやめていく。これは音楽と一緒ですよ。俺すごいと思ってライブでしたら全然したーって思って、あるある、続けられないと思う人もいっぱいいますよ。そんな感じですよ。本当にだからそれが多いですけど、うん、ただ私たちが中退したのは3月なんですよね、あの今年の。今年の終わり寸前ってこと。終わり寸前、卒業公演2週間前ですね。卒業公演が終わってからみんな卒業なんですけど、私たちは、ね、あの2週間前に卒業しました。卒業公演したくなかった。やはり尾崎豊だけだと思う。先に俺だけ卒業するみたいな。ちょっと窓ガラスは当たりしなかったですけど、うん、尾崎豊も卒業式のちょっと前に退部したんだよ。だから卒業っていうのは作ったんですか。かもしれないけど、確か卒業式の日にデビューライブしたんだよ。へ、みんながデビューするときに、卒業するときに。なんでかっこいいこと。はい、そういうわけでもないの。わけでもそんなかっこいい今まだちょっと。なんでそのまま卒業した方がいいんじゃないの。これあの、まあ、吉本独特なんですけど、うん、所属になるんですね、卒業すると晴れて、うんうん、みんな所属させてくれるっていう、うんうん、いい会社なんですけど、いいじゃん。
ただ所属しちゃうと今度は吉本以外のライブ会場は出れないです、うん、さっき言ってたまほろさんとかにも、はい、そうですね、出ない上でなおかつやっぱり新人なんで、まあ3年から5年、うん、芽が出るまではずっと下積みなんですね、うん、でもネタを披露する場所がない、うん、かといって別のとこに行くと干されるんです、うん、いいように使われるって話ですね、言い方が悪い、言い方が悪い社長見てたら困るから、頬を上げてる社長だからそんな風になるのが私たちもその時斜めだったんですね、この見方が、うんうん、あの会見でしょ、でもいやでもこの1年間でちょっと変わってきましたけども、だいぶ変わったの、変わりましたね、吉本にいればよかったと思ってるかもしれない、あーでもやっぱいろんな人と出会えたことは本当でかいことなんで、うん、それはやめたことに関して後悔はしてないですね、なるほどね、なるほど、じゃあ今はフリーなのね、フリーです、現実が厳しい、あ、あの学校に入った頃は自分は天才だと思ってたの、お笑いの才能はあるとか、学校ですごいあの結構ボケてたり突っ込んでたりをしてたので、うんうん、まあいけるだろうとちょっと甘くは見てました、うん、笑ってくれてるんで友達が、あ、学校で普通の学校ね、その MC の前、そうですね、小中高結構そういう立ち回りだったので、ちょっと受けるからいけるだろう、いけるだろうと思って、はい、まあまあじゃあ通用するだろうと思って思ってました、浅間さんは、私真逆ですね、私もう生徒会長やったりとか、うん、学年委員長やったりとか、うん、部長やったりするような真面目な子だったんで、うん、もうだからもう10年とりあえず10年がっつりやってなんとか力がつくかな、だから諦めずにやったらまあちょっとぐらい目見えてくる職業かなっていう感じで、だからもう面白いかどうかって言われたら自信持ってわって言えるような感じでは入ってなかったです、ただ好きだからやりたいっていう、なるほど、 でその学校行って、はい、今だいぶ活動して今はどうなの、自分の程度は、自信の程度は、今の程度はここがこうあの小中高だとしますよね、うんこうですよね隠れちゃった、見えないですか、隠れちゃった、ちょっと聞きたいんですけど、はい、ネタ見せの授業ってなんかこの例えばその授業的な何かがあるんですか、このセオリーとか教わるわけですか、いやネタ見せの授業は違う、あ、そういうわけじゃない、はい、なんかこういう風にすると面白いみたいなことを教わるわけじゃない、その授業は吉本興業では行っております、だからノウハウはない、ハウツーものはないとか ね、お前ら作ってこいってことでしょ、そうだね、なんか聞いた話によるとお前ら作ってこいって自由に作らせて、うん、で次の日集まって、うん、みんなの前で順々にネタ見せしていく、そうです、ね、なんかすごい楽しそうですね、まあ、楽しそうなんだけどでもこれはその受けたら楽しいよ、でもその同級生の前で そうですよ、ね、それこそ集大を晒す場合も大いにあるわけだから、それがまあ当たり前の感じ、だからそれあれだからミュージシャンも一緒に、だからミュージシャンの前でライブを昨日作りました新曲ですって歌うんですよ、そうですね、そうですね、だからもうミュージシャン同士だから、はい、コード進行からそのどこで見せたとか前の曲と一緒じゃんみたいな話もよくあるわけです、なるほどね、ありますね、そういう感じでございますよ、うちもだって1年間学校通って、いろいろネタ見せ もう何度も何度もみんなの前で、同じやつの前でやりましたけど、受けたの1回だけです、1回あるだけいいと思った方がいいよみたいな感じになっちゃうんで、なるほど、周りからも言われて、なるほどね、厳しい目で見るんでしょみんなが、結局企業だし、かといって先生もこうこうこうでって説明してくれるわけでもなく、ただイエスノーでいい悪いって言われるだけなので、ここが悪いとは絶対言ってくれない、言ってくれないです、なるほど、まあじゃあそんな感じで活動中のパンダロールさんですね、はい、そうです、はい、パンダロール、パンダロール、はい、パンダロールさんがね、これ生活クラブでやるって言ったらね、うん、ちょっと事前に買い物をしてきてくれたらしいので、はい、ちょっとじゃあお披露目を、あら、はい、お願いします、上そのスーパーになってるんですよ1階が、はい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 、で、あの生活クラブは会員にならないと買い物できないんですけど、はいはい、3階までお試し買いができるんですよ、いいですね、普通にパッと買い物ができるんですよ、だからさっきなんかのあれなんだ、あのアンケートを書かなきゃいけないっていうことで、そうなんですよ、で3階のその券をもらってきまして、はい、でちょっと何を貸してください、今回はですね、はい、12月の、はい、もう末の方に近いということで、はい、こちらおクリスマスのチョコレートですね、はい、素晴らしい、こういうチョコセット、クリスマスチョコセット、はい、はい、買ってきましたよ、いいですね、いただけるんですか、あ、どうぞどうぞどうぞ、ありがとうございます、はい、ではではでは、なんかいろんな種類入ってるの、奥の方を取ってみたりとか、うんうん、はい、私はこれウェハー、じゃあ選びます、
そんなこともチョコレートの上発ですね、うん、先生ちなみにこれでした。多分そのチョコレートとかもちゃんとそのフェアトレードとかちゃんとやってると思いますよ、こういうのを。あとは前回やったんですけど、はい、遺伝子組み換えはあの使ってませんとかね。あ、一番最近検査してるところですね、はい、ちょっと前回は遺伝子組み換えについてお勉強したんですよ。あ、そうなんですか、はい、うん、クリスマスはあれですか、なんかクリスマスと比較があるんですか、特定テレビは。あの、あ、こちらでクリスマスライブがあります。あ、あ、ここね、もともとあのハーモニカの世界チャンピオンの人がですね、テクテク常連でいるんですけど、大竹さんって方がいるんですけど、はい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 、はい、なんかあのポスターが貼ってあります、あちらの方に。そうなんですよ、はい、でその方が定期的にここで教えてるんですよ、あの生徒さん集めて、ハーモニカの弾き方どうです。ほー、で年に何回かライブをここでやるんですけど、それを取材したのが一番初めなんですよ、テクテクは。あ、そうなんですか。ここに取材に来て、で、仲良くなりまして、こういう番組を撮れますよって言ったら、ってことでトントン拍子で話が進みまして、初めてのこんな感じですね、はい、じゃあこんな感じでエンディングに向かいたいと思います、はい、エンディングでございます、はいはいはい、まあ、こんな感じでいろいろお話を聞きましたが、はいはい、最後もう一曲、あ、はい、明石君に歌ってもらって、はい、終わりたいと思います、はいはい、ではでは、はいはい、あの最後にふさわしい曲がですね、はい、あのありますので、はいはい、そちら、あなたに幸あれというですね、いつもだいたいライブの締めに歌う曲なんですけども、はい、そちらを歌わせていただきます。はい、わかりました。あの本当に聴いて、はあ、明石の曲ちょっといいかもと思ったらですね、ぜひとも森の歌会に来てください。よろしくお願いします。はい、僕はどうかものさ、
あなたにサティアルでした。ではですね、今日のテクテクテレビこれにて、終了でございます。では皆さんまた、次の機会に。バイバイ。